ザシムズさんは2009年6月4日に発売されたシミュレーションゲームザシムズシリーズの第3作目にあたる。開発元はエレクトロニックアーツ。前作のザシムズニット同様にフル 3D で描かれたグラフィックが特徴。これまでのシリーズと違い近隣地域への移動がシームレスになりシムが自由に動き回れるようになった。また新機能。 シムの作成の追加で、より簡単に、より自由に、シムをカスタマイズできるようになったほか、性格設定が細分化されたことで、シムが一層個性的になった。当初は2009年2月20日に発売予定だった。しかし、同年2月3日、エレクトロニックアーツ社より正式に発売延期が発表され、その後米国では6月2日、 日本では6月4日にそれぞれ発売された。日本では当初オンラインショップでの販売のみであったが、2010年にビッグカメラやヨドバシカメラなどでの店舗での販売を開始、従来の販売方法に戻している。2010年11月18日に、プレイステーション3版 Xbox 360版が発売、2011年4月1日には、 任天堂 t e ー d 3DS 版が発売された。また、同年11月17日には、パソコン以外の3機種で、ザシムズサンペットが発売されている。ライトユーザーの多いソフトウェアであるため、上述の通り動作環境は、同時期の他のソフトよりも低めであり、開発時は、前作と同等の動作環境でも動作すると、歌われていた。また、日本語版では、パッケージに、 Windows ドベドと記載されているが、英語版の製品は Win、Mac のハイブリッドディスクであり、Mac でもインストールすることができる。ただし Mac 版は日本語版から入れてもテキスト表示は英語になる。2009年6月4日の Windows 版発売日に、通常版と共にコレクターズエディションも同時に発売された。本編ディスクと共に同梱された特典内容は、 購入したバージョンで変わっている。また、一部の販売店で予約特典としてゲーム内アイテムと街の前景が描かれたポスターもプレゼントされた。ありがとうございます。